くぞ。俺は諦めてへんから、マジで諦めてへん。また違ってやる。ああ、やっぱり IWGP 世界に強だ。高岸もこの3日間当たったんですけど、強えよ、やっぱ強えよ。俺が勝手に、会社関係なし勝手に、今回高木から3つ取ったら俺が明日東京ドーム行かせてもらうって言ったんですけど、取れなかったくそ。ただただ目標を持ってこの3日間突っ走ったんで、すごい楽しかったです。すごい充実した3日した。ただ叶わなかった、夢叶わなかったです。明日イブジがいけるのかどうなのか分かんないですけど、俺は今後また目標を持って突き進みたいと思います。やっぱこういうご時世、夢持って生きていくっていいなと思いました。やっぱ夢だけはやってられないところなんかやってられないんですよ。絶対行ってやるぞ。準備運動は今日で終わりだ。いよいよ明日だ。そう、明日だ。だからなんとも逃げ切れないのは、井口本人からも会社からも正式な発表がない。どうなってんだ新日本プロレス。おい、天下の新日本プロレスなんだろ、がっかりさせんなよ。おい、やるかやらないかじゃねえんだよ。おい、タイトルマッチは必ずやる。おい、いぶし、万全ならばお前が出てこい。そうじゃなければ他にもいるだろう。おい、これに対して唯一言ったのが本間だけか。まあ、本間は昨日な叩き潰したからな。まあいいよ、今さらとやかく言ってもしょうがねえからな。とにかく明日は俺はいつも通りコスチュームとこのベルトを持って東京ドームへ行く。きっちりメインイベントに椅子を上げときは新日本プロレス。